ゴルファーのためのクレジットカードゴルファーズプラスカードが登場しました。このカードはポイントカード機能、クレジットカード機能、さらにゴルファー保険が一体となったカードです。このカードで決済すると最大 3% のポイントが還元されるので、そのポイントを使ってたくさんゴルフに行きましょう。このカードにはゴルファー保険がついているので、安心してゴルフを楽しむことができます。ゴルファーなら持っていて間違いなしのカードなので、お早めにお申し込みください。おはようございます、あきです。今日はカメラは山ちゃんです。はい、お願いします。今日はですね、またゴルフ上達企画ということで、私と一緒に回ってくれる女の子が、2人来てくれています。マリンちゃんとミナミちゃん、どうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。前田マリンです。平均スコアは90代後半です。よろしくお願いします。すごい、緊張してます。大学4年生になります。大学4年生、はい、すごいフレッシュです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、みなみと申します。平均スコアが90後半ぐらいです。お願いします。最近の私とみんな同じぐらいなので、まあ、今日は前半は2人の力を借りて、スクランブルプレー、まあ、前回と同じように前半はまあ仲良くなりながら、どういうふうにこうマネジメントしていくかっていうところを一緒に勉強しながらやって、後半はストロークプレーでいきたいと思います。あきちゃん、ちなみになんですけど、はい、前回ってスコアっておいくつ？前回は、スクランブルで36のパープレーで、ほほ、後半54打ってるんですよ。あ、まあ、トータル90ですけど、まあ、目標の80台アベレージはちょっとほど遠い状況なので、また今日は前回の90を上回るように頑張りたいと思います。そうですね、ちょっと2人のお力をお借りして、はい、ぜひお願いします。頑張ります。はい、フレッシュな気持ちで頑張ります。スクランブル方式ってやったことあります？ないです。初めて。はい、私もです。あ、そうなんだ。私も前回初めてで、はい、めっちゃ楽しかった。へえ、楽しい。そう、あの、絶対36なんか無理だと思ってたら、意外と力を合わせるといけるんだなと思って。なんか、前にだけついててくださいねって言われたんで、はい、あ、ね、ファーストで、はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。待ってください。上げてる、うん、緊張してリビンド。お願いします。お願いします。マリンちゃんのどこ行ったかな。私の右に行っちゃった。じゃあマリンちゃんボール、探して、はい、じゃあ南ボールでいいかな。行きます。113登りました。私のボール打ちます。
願いします。はい、私は9番で打ちます。スタートいいですね。いいですね。スーオンしてるんで。スーオンしたパーオンした。みなみちゃんナイスだね。ナイス。やった。こうやってみんなに助けられてパーを取っていく。頑張らなきゃ。私から打ちます。はい。何かあるんですか、戦略的に3人で。3人の戦略ね。前回経験者。確かに。みなみちゃんにはショートしないぐらいの気持ちで。はい、わかりました。ちょっと気をつけていきます。ありがとうございます。はい、かわいい。あ、強気すぎちゃった。ごめんなさい。やっぱ決めるよね。マリンちゃん入れちゃってもらっていいですか。はい、入れちゃいます。ナイスパ。ナイスパ。すごい。ありがとうございます。最初パーいいね。いいですね。完全に2人の力だけど。いやそう。ナイスパーのナイスショットでした。いいね、ほじれるね。最初こうやってパー取れちゃう。すごいですね。マリンちゃんは大学生で、大学4年生で、で、みなみちゃんは何やってるの？私は、明日から新しくお仕事が始まるんですけど、ヘッドスパサロンの施術する人をします。そうなの？はい。ヘッドスパって頭マッサージ、エステ的な？あ、そうです。なんか頭のマッサージしたり、あと肩とか脇とか背中を触って、凝ってるところを探してそこを直していく感じです。癒しだね。ファンタスティストさんいらされるやつですね。え、女性も男性も？あ、どちらでも。どっちも行けます。どこでやってるの？今は渋谷でやってるんですけど、5月の真ん中ぐらいに恵比寿にオープンするので。やってほしい。やってほしい。すごい。多分頭小さそうです。いや、そんなことないんだけど、多分すごい今硬い気が。頭蓋骨とかも小さくする頭蓋骨矯正とかもやるので。そうなんだ。すごい。ちょっとそのうちスコアが崩れてきたら。そっか、そういう体のメンテナンスした方がいい、ね、いや本当に大事だと思う、ね、今大学4年生って、授業ともう終わりか。卒業？今年で4年生になります。そういうことか。はい、じゃあ3年生がちょうど終わったところで、終わったところで4年生になる。そうです。オンライン？そうなんです。1年間オンラインだったので大学に行けてないです。そうなんです。そうなんだ。来年も4年生の年もオンラインが決まっています。なんかまあ仕事もね、みんなリモートになってきちゃってるけど、やっぱ人と会った方が楽しいなって思いますけどね。コロナで分かっちゃいますよね。人とのつながり大事って。いや本当にちょっとズームの限界があるよね。ありますね。ありますね。2ホール目はパー4で293ヤード。まっすぐなコースだけど、アップダウンがすごい。確かに。本当だ。あ、すごいですね。アップダウンがすごい。めちゃめちゃ。左の奥が OB で、右がアンテナ。あ、じゃあちょっと狭いね。ね。はい。なんか、こういうマネジメント考える？どこに置こうとかやる？だよね。一生懸命まっすぐ。そうだよね。私もそう。前に進むこと頑張ってる。見た目も無理して乗せようって思わないぐらいなんだけど、結構狙う。狙いません。なんか着実だね。堅実だね。性格出るよね。性格出ますね。やっちゃいたいなって。かっこいい。剣王カラーだね。
慶応からです。なんかあえての早稲田からにしてきたのかなって思って慶応と早稲田みたいな。そうそうそう、なんかやっとまた飛距離が戻ってくる季節になりましたよね。もう冬本当スランプでひどかったんです。まあね、冬降れないもんね、着込むしさ。もうなんかしかもどんどんスイング崩れる気がして、ここから本気でやらないと。80代アベレージが、うん、ナイスです。なんとかちょっとヒールに当たっちゃった。これで2人は思いっきり振れるね。そう、何もできませんね。どこ行った？ちょっとね、天ぷらしちゃった感じで左に行っちゃった。まあ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 、全然全然。おお、すごい。まっすぐ行きました。多分よかった。何もねってめっちゃいいとこ。じゃあ133ヤードでマリンボールで行きます。私は7番で打ちます。やだ、こっちこっち。私も7番で打ちます。ピン方向、うん、ナイス。よいしょ。私6番で打ちます。南ボールで行こう。はい、行きます。南ボール S で打ちます。やっぱりカメラがあると硬くなります。あ、めちゃめちゃ力入ってます。じゃあアプローチパターンがちょっとあれですね、影響しそうですね。力入っちゃって、いや本当にちょっと後半までになんとか。そうね、こんなはずじゃないと。でも前半ほらミスしても大丈夫だから、思いっきり。そうですね、行っちゃって楽しむことを第一に考えて、はい、頑張ります。もうあれは2パット圏内だからね、うん、もう入れるように頑張るしかないです。同じ、うまい、ナイス。ナイスセーブでしたね。ナイスセーブ。いやー、それにしても天気がいい。いいですね。長袖でも回れそう。うん、本当そう。うん、本当そう。今日は2人のウェアがすごい可愛いからちょっと聞いてみようかな。ちょうどコント、なんだっけ、エンジ色じゃなくてもっとおしゃれな言い方。バーガンディ？バーガンディ？え、なんて言うの？みなみちゃんのウェアはどこに？これは韓国のブランドのワックっていう。かわいい。めちゃめちゃ。全部？そうです。ワック。はい。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。はい。スタイルがいいけど、そのばんそうこうがかわいい。このコロン、コロンちゃって、そうな。かわいいね。マリちゃんが、はい、全部？このスカートだっけ？あ、ルコック。ルコックです。かわいい。
全身ネイビーコーディネート。ネイビーコーデですね。マリンルックです。マリ確かに夏ルック。夏ルック。冬生まれだそうです。そうなんです。かわいい。私は今日スカート忘れちゃって、スカート持ってくの忘れちゃって急遽購入させていただいて、そうだったまさかのこれルコック、あ、お揃いですね。あとキャラウェイ、これ実は並木ちゃんと一緒だったっていう、並木ちゃんのツイッター見てたら、 YouTube 見てたら、あ、同じの持ってると思って、今度おソロでラウンドしたいなと思ってます。勝手にショートホールですね。はい、なんか今日私すごいね、全部シャンクしちゃうの。練習してても、自分を切ってて6番で打ちます。やばい、またシャンクしちゃった、ね、今日これが出ちゃう、やばい。番手短くしちゃった。7番にしました。1番であげる、6番にします。じゃあこうやって作戦会議ができるのもね、そうチームだからね。そう、結構上げてます。オッケー、すごい、すごい、いや、プレッシャーに強いね。素晴らしい、さすが。ありがとうございます。きます。なんとか乗りました。完全にマリンちゃんのおかげ。よかった。あのシャンプー何なんだろうな、直さないと。アプローチで打ちます。私は S で打ちます。あ、めっちゃいい、すごい、すごい、ナイス、めっちゃプロスリー、うまい。あ、こっち行っちゃった、同じだね。ムニちゃんかな。はい、すごい、なんかうねってるもん。うねってますね。難しいね。うまいよ。弱い。ごめん。切れちゃった。ナイスタッフ。あ、惜しい。